はい、改めまして、こんばんはでございます。重心さんこと、東林斎でございます。皆様、いかがお過ごしでございましょうか。今日がですね、12月の、15日、日をまたぎまして16日でございますけども。そうですね、ちょうど昨日ですか、選挙なんていうのがね、ありまして、投票したねとか、しなかったねとか、当選したねとか、してないねなんていうね、話題も、世の中飛び交ってるとは思いますけども。あとは、うちの地方では結構大雪になりましてね、本当すごいですよ。もう1日2日でドカッとこう降りましたからね、私もちょっと、困っておりますが。はいはい、どうも。あ、そうですね。ユーストリームで配信すること自体が、ちょっと今久しぶりなんでね。録画でご覧の方は多分何のことやらね、いつもの YouTube で関係ないと思うんですけども。そうですね。久々。だからね、ユーストリームで最近こうやってないから、こう、やっぱユーストリームでこう、頻繁にやってた時は、こういう映像ネタみたいのをね、ちょっと挟んでたから、ああ、ちょっと新作っていうか、その、ね、新しいの撮ろうかなとか、こういうの撮りたいなとか、こう、なんか日々こう、なんていうんですかね、なんかそういうものに、ふけたりするんですけども、なんかユーストリームでやんなくなってから、もう全然そういうのなくなっちゃいましたね、なんかね。なんか撮らなきゃなとか、そういうのもね、あと今年はゲームショーも行かなかったから、そういうところの撮影もなかったしね。ワンフェスは行きましたけどね。なんか全然動画撮ってないなっていうね、感じですけどね。しょうがないですね。はい。そんなわけで暮らしております。どうですかね。世の中は変わりますかね。よくわからないですが。その辺はいいですかね。別にね。はい。関係ないとは言いませんけども。皆さんがお話ししてくださってますでしょうからね。はい。今日は、何をお話ししていこうかということでございますが、今日はですね、前回、配信したのはつい先週ですけども、失礼しました。つい先週でしたけども、本当は前回話す予定だった、火炎隊道場の、11月29日のクラブ K3000 について、それをね、すっかり抜けてたのを、今日ちょっとやろうかな、というのと、プラス、そして先日行われました、東京グレン隊工業ですね、後楽園ホール大会、マスカラスやテリーファンクがね、参戦した、大会でございますけども、それについて、やっていきたいと思います。はい。どうしましょうかね。あと、他になんか、そんなに間が空いてないんで、特に変わった出来事もないんですけども。あともう一つは、レッスルワンにね、行ってきまして、つい昨日なんですけども。その話は、ね、今日ちょっと時間内に収まりそうもないので、また次回持ち越しとするんですけど。レッスルワンってなかなか、なんて言うんでしょうね、工業自体はこう非常に丁寧に作ってるなという印象は受けるんですけども。ねえ。いや、結構わかんない。私、東京のレッスルワン見たことないからわかんないけど、地方大会にしてはきちんとしてるっていうんですかね。他の団体の地方工業とかと比べると非常にきちんとしてるなという印象を受けるんですけどもね。東京で見るとまた、その東京同士というか、具合で印象は変わるんですかね。わかりませんけどね。まだ一回も後楽園とか、そういうところで、レストラン見てないですね。両国とか行けばよかったですかね。武藤さんのね、30周年とかありましたからね。いずれ機会がありましたら。あ、でもあの、
WCW じゃねえや。TNA のあの大会は行きたかったな。まあ、ああいうのまたやんないですかね。あれは見に行きたかったですね。はい。まあ、レストランの話はまた次回ということで。それでは、会員隊道場の話をしていきたいと思います。写真出していきましょう。はい。こちらが、千葉、ブルーフィールドでございますね。まあ、会員隊道場と私という話をしますと、まあ、毎度のことながらね、よくなんか話してた話だと思うんですけども。まあ、もともとと言いますか、昨年の春までね、まあ、私、この千葉市というところに住んでましたんで、まあ、うちから本当に一番近いプロレス団体が、この千葉、ブルーフィールド、会員隊道場だったんですね。で、この、まあ、ブルーフィールドっていうところ、まあ、こういう、ね、看板もついてますけども、本当に、まあ、私の家からも、歩いていける範囲の。まあ、歩いていけるって言っても本当に5分、10分じゃないんですけどね。まあ、15分、20分ぐらいかかるんですが。まあ、歩いていける範囲ですよね。の場所でね。で、本当によく、ここでは毎週土曜日、試合がね、行われてるんで、本当によく、観戦にも行ってたし。で、まあ、昔、今、ウェーブで活躍されてます、山形優選手。が、昔、この、会員隊道場所属だった頃に、こう、まあ、トレーニングのね、教室をこう開いてたんですね。まあ、そこに私、まあ、一期生として、何期生まであったのかな三期生まであったのかな、まあ、私、一期生として一応、トレーニングにね、励んで、まあ、本当にこの、ブルーフィールドのね、リングで、まあ練習。まあ練習って言ったらもうプロレスを習ってたわけじゃないんですが、まあ筋トレですね。そういったのやってましたからね。非常に思い出もあるし、思い出もいっぱいある、会場なんですね。で、まあ千葉をこう離れてしまって、なかなかやっぱ、千葉はやっぱ遠いですね。後楽園とか、そういうとこはこういうね、結構、まあ気軽にではないけど、まあ観戦行ったりしてましたけど、ほんとずっとここの会場はね、行ってなかったから、すごい久しぶりですね。どれくらいぶりかちょっと指折り数えないとわからないぐらいなんですけども。まあそんなわけで行ってまいりました。で、まあなんで行ってきたかと言いますと、まあ先日12月の2日ですかね。2日じゃねえか。6日だったっけ。4日か。4日ですね。に、国内、引退となりました。まあ、中川智香選手。まあ、会員隊でデビューしまして、まあ、会員隊を辞めて、まあ、フリー、まあ、Sオベーションというところね、所属で。まあ、一応フリー参戦のような形で、いろいろな団体ね、まあ、オズとかね、まあ、ウェーブも出てたし、まあ、いろんな女子団体ね。あとは、まあ、スマッシュなんかの活躍もね、ありましたね。そういった、活躍をされました。中川智香選手が、まあ、12月の4日、オズの大会で、まあ、国内引退となりまして。で、まあ、来年、2015年は、まあ、アメリカのね、シマーっていう団体によく呼ばれて参戦したんだよね。なんかタッグチャンピオンだったりね、いろいろしてましたよね。まあ、そこで多分、そこの団体でなのか、まあちょっとそこのプロモーションで他も回るのか、ちょっとは、多分まだ決まってないのかな、わかりませんけど、まあとにかくアメリカで、来年、まあ1年やって、まあ引退するというね、スケジュールになっております。まあとにかく国内ではもう、だからもう見ることはできないんですよね。もう12月4日過ぎちゃいましたからね。で、この日が、その、デビューした会員隊道場、そしてデビューの会場であります、ブルーフィールドの、まあ、最後の参戦の日ということでね。私も中川選手結構、まあ、本当好きな選手でして、まあ、そんなに私自身がこう、女子プロをね、追っかけてたよ、人間じゃないんで、なかなかそんなにね、いつもいつもこう、行く先々を、見に行ってたっていうわけじゃないんですけど、
まあ、火炎隊に出てた時もね、出てた時っていうか、まあ、所属時代はちょっと私見てなかったんですけど、まあ、その後ね、参戦した試合なんかもよく見てましたし、あと、まあ、私の中ですごい衝撃的だったのはやっぱスマッシュね、私よく見に行ってたんで、スマッシュでの本当に活躍。まあ、ベルトもありましたし、最初にいつだったかな、新宿フェイスで朱里選手とシングルやった試合がありましたね。で、非常にその、やっぱすごい、なんだろうね、レスリングがすごいしっかりした選手だなっていうことでね、ほんとヘッドロック、ね、この前の保坂選手じゃないけど、新潟プロですね。ああいう、なんだろう、すごい間を持たせる試合をするんですよね。すごいなと思って。まあさすが、まあ火炎隊道場だなっていう感じですけどね。はい。で、まあそんなわけでずっと。で、この前ね、私の中では、直近になるのが8月に、まあ沖縄でね、琉球ドラゴンプレス、中川選手の沖縄ラストマッチも一応ね、見に行ってますからね。まあまあ、ライガー選手が出たんで一応見に行ったんですがね。まあ中川選手の沖縄ラストマッチも見ることができたというね、ことでございます。まあそんな中川選手の海援隊ラストマッチでございます。海援隊道場自体がね、ほんと久々すぎて、もうほんと浦島太郎っていうのはこのことを言うんだなっていうのね、ほんと絵に描いたような、まあ絵にも描けない美しさとね、よく言ったもんですが、もの絵に描いたような、ほんとにね、浦島太郎状態でしたね。もう全然、そうですね、火炎隊道場、まあ火炎隊道場のことを別に嫌いになったわけでも何でもないんですけど、やっぱりなかなかこう会場に足を運べないとどうしてもこう、情報が入ってこないというかね。まあ私の方、非常に欠点だとも思ってるんですけども、やっぱね、プロレスのね、情報ってこう、やっぱ、こう生で見ることによって、こう、吸収することが多いんでね。やっぱりね、なんだろう、生でこう、見てない団体に関しては、こんな、あんまりこう情報がもう持ってないというね。うん、ほんとそうなんですよ。私、家でね、プロレスとか見ないんですよ。家でプロレス見ないって言うとなんかすごい変な感じですけど、なんていうのかな。やっぱこう、普通の日働いてるでしょ。で、休みの日何してるかって言ったら、やっぱプロレス見に行ってるんですよ。ね、会場行ったりね。まあ、いつもじゃないですけど、その試合のある日はね。まあ今地方に住んでますからね、そのいつもはないんですけど、まあ休みの日はプロレス見てますよ。で、それでもう、スケジュールパンパンじゃないですか。ね、普段はやっぱ働いて、やっぱね、仕事して、ね、で、休みの日はプロレス見て、もうそれだけでね、一週間終わっちゃいますからね。だからなかなかこう、じゃあちょっとテレビで、プロレス見ようかな、とかね、そこまで余裕がないんですよ。みんなどうしてるんですかね。すごいですよね。なんか、なんていうのかな。会場も行ってさ、侍も全部見て、まあ、全部じゃないかもしれないけど、侍もチェックして、で、書物も読んで、で、当然お仕事もされてるんでしょう。ねえ、そういう人いっぱいいると思うんですけど、すごいなと。私、そこまで、じゃないですね。そこまでじゃないっていうか、そこまで、そのプロレスの好き嫌いじゃないですよ。プロレスの情熱とかそういう意味じゃないですけど。やっぱね、映像、あんまそうですね。家で、テレビとか。まあ、たまには見ますよ。で、ニコプロもね、加入してるんですけどね、なかなか、トリプルシックスの中継をこう、頑張って見るぐらいですかね。まあ、最近ほんトリプルシックスね、ほんとね、好きな団体で、こう、観戦行きたいんですけどね。なかなか、行けないんで、しょうがなくニコプロで見てますけどね。なんか、そんな状態なんで。だから、火炎隊道場に関しては、本当にもう全然様変わりしてましたね。私が見てた何年間なんて、ずっと、
関根選手がこう一番下でね。で、まあ途中ガンコ選手っていうのがいたけど、まあやめちゃいましたけどね。ずっと関根選手がいて、で、一応私の中でこうギリギリ本田選手と、まあ永井選手はギリギリ知ってるんだよね。で、そっから後の選手に関してはもう今回がほとんど初見の状態でしたね。だから初めて見る選手がいっぱいいましたよ。ね、変な話ですけどね。はい。まあ、そんなわけで、会場ブルーフィールドでございます。配信の中でも何度かね、多分出てきてますよね。はい。そして、多分いきなり知らない選手ですね。あれはどこ行ったかな。第1試合、シングルマッチ、15分一本勝負。この人なんていうの、道口さんっていうのかな、道口義弘さん、VS 吉野幸太郎さんですね。吉野選手は海援隊デビューでいいんですよね。この道口さんっていうのはあれだよね、ニュークラにいた人だよね。あ、そうだよね。はい。こっちが道口さん。こっちが吉野さんですね。で、まあ、二人とも当然その今、海援隊道場のこう若手としてやってるんですが、海援隊に入ったキャリアで言うと、まあ、吉野さんの方が先輩。ただその前の団体のことを考えると、まあ一応、あれなんだこれ。吉野さんの方が、なんか画像がちょっと乱れておりますが、昔のテレビみたいだね。後輩になるんですよね。だから、見てて、あ、大体、ほら、プロレスってこういう、本当若手のキャリアになると、本当にね、一日でも早くデビューした方がやっぱ先輩だから、まあ、それだけキャリアも積めるし、まあ、有利に、ね、働くもんなんで、この場合の、その、なんですかね、格付けというか、キャリアの、こう、測り方みたいなのは一体、どういう風になるのかなと思って、こう、ちょっと、興味深く、見てましたね。まあ、試合は非常に、まあ、若手らしいというのかな。まあ、ねちっこい感じで始まってますね。で、年も結構、吉野選手は結構年もいってるんだったっけね。確かね。で、さばいてるのは、富茨城レフリーですね。いや、でもブルーフィードすごい久しぶりだったけど、全然変わってないというか、まあ変わってた部分もあるけど、全然変わってない感じで良かったですね。なんかすんなり入ってきましたね。まあその、働いてるスタッフの方とかも全然やっぱ様変わりしちゃってたし、あとはそのなんだ、
塗装ですかね。外装もなんか塗り直してあったんでね。あんなに青くなかったんですね、昔ね。まあ、レーナ・アリーナからブルーフィードに戻った時に、まあ、塗り直したんでしょうね、きっとね。で、あと照明も、震災があった頃は、経費削減というか、省エネというか、でね、なんていうか、節電というのか、節電でね、このライティングもなかったんですよね。普通の蛍光灯で試合してた時期もあったんですけどね。で、あと今、まあ、ちょっと見えてないんですけど、こっちの入場口の上にビジョンがついてるんですけど、あれも一時期使用してなかった時期もね、ありましたけど。まあ、節電なのか、経費削減なのかわかんないですけどね。まあ今はちゃんと全部、かつてのブルーフィードといいますかね、フルバージョンでやってるんですね。で、お客さん自体も、この日はまあ割と普通の平場の興行にしては入ってたのかなという気はしますよね。何人ぐらい入ったのかな？まあ見れば書いてあると思うんです。まあ100人前後じゃないかと思うんですけどね。で、まあ、本当少ないと本当に50人とかだしね。で、本当に特別興行みたいな、まあ、たまにやってる、ああいう、何ですか、多賀太一興行みたいな、ああいうのになると本当に300人ぐらい入んのかな。多分、そんぐらい入るともうこの会場本当もうぎゅうぎゅうになっちゃうと思うんですけどね。わかんない。最近わかんない。数字自体も見てないから、ね、昔とちょっと数字も変わってるかもしれませんけど。そう考えると、この会場って結構広いような気がするんですけど、そんなに入るわけじゃないんだね。まあ、新木場みたいに段差になって、ね、そこに人を詰められるわけじゃないから、平地なんでね、全部ね。椅子で並べなきゃだから、かな。さあ、トップロープからエルボーを打ち付けてきます。さあ、ボディスラム。よく、だからこの会場とかに飯塚さんとか矢野さんとかやってるってのはすごいですよね。高田一工業ね。あとあれか、最近ではノアとか、まあ一応ノアのセムだっけね、本工業じゃないブランドですけど、あれとかでたまにこの会場使いますけど、普通にね、杉浦さんとか丸藤さんがね、普通に出てますからね。はい。あ、今の技で決まりましたね。走り込んで、かな？走り込んでのキックですね。これで決まりました。ポンプキック。ああ、昔、ジョーさんが使ってた技だね。はい。あと全日本プロレスとかもね、ここの会場で講義やったりしてますからね、普通に諏訪間さんとか出てるんでしょうね、ここね。はい。という第1試合でございました。第2試合、6人タッグマッチ。20分一本勝負。稲松三郎、関根隆一、那須幸太郎 VS タンク永井、豊島邦夫、そして、ユーマですね。
ユーマ選手も私、まあ一応何回か初めて見る選手じゃないけど、結構熱心に解体道場を見てた時にはまだいないかった選手だから、あんま馴染みはないんだよね。で、豊島さんは、あれか、辞めてる前も見てたし、復帰した時も見てね、10周年のあれで復帰したんだよね。後楽園でね。はい。関根選手はね、もうお馴染みですけど、那須選手も、まあ、グレンタイ工業とかでね、よく見ますよね。はい。で、今、このユニットなんですよね。坊主というのと、あと、マガツキでしたっけ。ね。京月と書いて、マガツキと読むんですね、あれね。こっちのタンクさんの方ね。マシモさんがやってるやつですよね。だいぶユニット関係も様変わりしちゃいましたね。私が見てた頃はね、オメガとか、あとなんだっけ、あ、モンスタープラントとかね、いろいろありましたけどね。あとは、柏道場とかね。あとなんだっけ、激輪だっけね、今年のさんね。あと何があったかな、いろいろあったよね。その後は、リトルギャラクシーとかね。あと山下一家とかね。まあまあ、そんなのもありましたけど。さあ、これを取り合っております。また画像がたまに乱れてますね。いや、ちょっとあまりに大量のこう画像をこういっぺんに取り込んだためにちょっと取り込み、機械側の取り込みミスになってるのかな。ちょっと画像がね、破損しちゃってる部分がありますね。豊島さんがいてちょっとよく見えない。で、あれですね、稲松選手と関根選手は、この前、大日本ね、タッグ出たりしてましたよね、そういえばね。関根選手も結構そっち側っていうか、デスマッチを やったかと思えば、実はこの次の日、この、これが11月の29日ですけど、翌日の11月30日には、総合の試合に出てるんですよね。なんだっけ、スカちゃんってスカパーだな。だけど、なんとか、まあ、なんか出てましたよね。なんだったっけ、スポちゃんじゃなくて、まあ、なんかそういうタイトルのね、その、総合格闘技のね、試合。すごいと思いますよね。デスマッチから。デスマッチやりながら、そう、まあ、宮本優子さんなんかもそんな時期ありましたけどね。あ、今でもやってんのか。今でもっていうか、トリプルシックスでね、最近その、総合の試合組んだりしてますけどね。まあ、那須さんもまあ割と、あ、那須さんも総合一応やってるんだっけ、やってたなのかな、まあまあ、まあ、それ系の選手ですよね。
関根さんの出た大会何だったかな。グラチャンか。グラチャン。なるほどね。ちょっと待ってくださいね。だからすごいよね。それが翌日に控えてるのに、普通に試合してまして。で、まあ、ちなみに、その翌日の試合は、まあ、私は見に行ってはないんですが、まあ、結果だけ、調べたんですけど、まあ、結構秒殺に近い、1分何秒とかだったかな、2分持たずに打撃で、TKO 負けになったのかな。まあ、なんか分かんない、その、寸評しか読んでないからあれだけど、寸評ってか、あれかな、ツイッターで誰かが呟いたのを読んだのかな、確か。まあ、打撃、なんかパンチかなんかもらって、で、ダウンして、まあ、一応意識を戻したんだけども、まあ、まあ、続行不可能みたいな感じで、TKO って感じだったのかな。まあ、本人としては非常に不本意だったんじゃないかなという気がしますが。まあなんだろうね。若いうちはこういろんなことにチャレンジみたいな、そういう意気込みだったみたいなんでね。でもすごいですよね。そうやって、そういう舞台に打って出てるっていうのはね。まあ、また機会があればね、ぜひ、まあ、ぜひってわけでもないけど、まあ、その人じゃなくてもいいんで、ね、その現場で、こう、リベンジを果たしていただけると、こう、気持ちもスカッとしていいんですけどね。どういう試合だったのかね、ちょっと、見たいですよね。まあ、そういう結果はね、知ってますけど。で、あと、まあ、話としては、今、黒い、この、ショルダーで出てるのが、タンク永井さんですけども。タンクさん、すごいですね、なんかね。私が、知ってる頃のタンクさんって、まだこう、デビューしたての、したての頃ぐらいまでしか、見てなくて、それ以来久しぶりなんですけど。最近はね、全日本とかにもね、出てるんでしょ、なんかね。で、一応、あれか、本田選手の方が、こう、一応先輩に当たるんだけども、もうなんかいろんな人をこう、どんどんね、抜いて、本当にこう、トップに、こう、登ってる選手ですよね、きっとね。いやーなんか、久々に見たらなんかこう、出世したなーって感じでね。ね、どんだけ間が空いてんだって感じですけど。はい。で、関根選手なんか、これ最近のお決まりなんでしょうかね。こう、やられてる人をこう、カットに入るのではなく、こう、応援することによって、なんか手助けするみたいなね。そういうムーブも見せておりました。タンクさんはもうきっと、じきにトップになりますよね、きっとね、海外でね。さあ、避けました。で、サブローさんも一時期、ね、ストロンゲスト系のベルト持ってたんだよね、そういえばね。まあ、ちょっと、変則的な感じだったのかもしれないですけどね。
なんだっけ、なんか、まあ、なんか、誰か怪我したりなんだりっていうのがあったね、いろいろね。さあ、後ろ落としていきます。三郎さん見るのもすごい久しぶりな気がするな。いつ以来でしょうかね。関根さんを見るのも実は1年ぶりぐらいかもしれないな。去年の秋ぐらいに日野選手のなんか記念試合みたいな後楽園であったんですよね。それで確か見に行ったような。海援隊関係の試合ってそれ以来かもしれないですね。もしかするとね。ブルーフィードに関して言ったら、だからもうそれ以上ぶりってことなんでしょうね、きっとね。きっとね、って自分のことはね、きっとっても変なんですけど。さあ、ここはカウンターで投げていきます。まあ、関根選手といえば、まあ、先日私、まあ、グレン隊の興行に行った時に、まあ、お昼に、まあ、カレーを食べたんですよ。まあ、乗り換えで、こう、訪れた、まあ、秋葉原駅で、まあ、駅のホームの中にある、まあ、なんか、まあ、立ち食いそば屋みたいなとこですけど、カレーを食べましたね。で、まあ、カレーを食べたよ的な、こう、ツイートというか、まあ、画像をね、Facebook か、載せてたんですよ。そしたら、別に私はどこのカレーとかなんだとかって、こう、何にも言ってなかったんですけど、ただカレーを食べたと、いうね、まあ、投稿だったんですけど。まあ、さすが関根選手ね、これ、秋葉原のカレーだということをね、言い当てましたよね。それコメント、秋葉原ですかつって。まあ、関根選手、結構秋葉原好きでね、確かね、ああいうメイド的な、ああいうのによく行ってるみたいですけどね。まあ、前、なんか、シュープロの安角さんのコーナー、まあ、今もうね、あのコーナー、好評につきなくなってしまいましたけども、あれに、確か趣味として紹介されてたんじゃなかったかな。確かそうですよね。確かそうっていうか、その趣味は本当ですけど、その紹介されてたの確かそうだったと思いますよ。那須さんもそうだったっけな。まあ、那須さんのことはちょっとよくわかりません。さあ、場外。あ、場外特になかったですね。結構場外にこう、わさわさっとなってる時はあんまりこう写真撮ったりしないんでね。はい、そして走り込んで、膝ですね、膝をこれでかわします。そしてドラゴンスリーパーでしょうか。締めてってますね。これはロープに逃れます。さあ、コンビネーション、キック、キック。ハイキックはかわす。そして顔を掴んで、何度もこう顔面かきむしっていったんですよね。さあ、カウンターのハイキック。さあ、カバーに行けるか？ああ、カットに入る。惜しかったですね。さあ、ここは決めるポーズでしょうか。お、そうです。ストレッチプラムのような体勢ですね。さあ、締め上げます。おお。これは、あ、これで決まりましたね。はい。
あ、ストレッチプラグいいですね。はい。結構腰にも来るんですね。腰手当ててました、ね。はい。というわけで、まあ、坊主ね、が勝ちました。はい、関根選手ね、総合前にね、勝利を飾って、翌日総合出陣ということでございました。まあ、特に別にマイクで、明日総合で頑張ってきます的な、そういうアピールも別になかったですね。で、この講義終わった後に関根選手ちょっとおしゃべりしたりしたんですけど、別になんかその話は出ませんでしたね。で、私もなんか、その総合やるってのは なんかでこう知ってて、あ、そうなのみたいな感じで思ってたんですけど、それをいつというのを私すっかり失念してたんで、そのまさかこの次の日とは思わなかったんで、その日、ね、その、この日に関根選手はそんな話しなかったんで、明日だったらね、言ってくれりゃいいのにね。まあ別に言ってくれなくてもいいんですけど、ね。そしたら、ね、頑張ってぐらいのね、声はかけたとは思うんですけど、まあまあいいか、別にね。私のね、ことですから。はい、次。第3試合、キングオブ11月25日決定戦再試合というね、なんのこっちゃというね、ことなんですけども、まあ、いきさつがいろいろあったみたいで、まあ、実はこのマシモ選手、そして佐藤祐樹さん、佐藤健さん、そして、柏大五郎さんはみんな誕生日一緒なんですってね。まあ、年は違うんですけども。みんなこの3人は11月25日の生まれということで、で、まあ、これ11月29日の試合なんで、まあ、誕生日に近い試合、その前の週がそれに当たってるのかな。はい。まあ、毎週土曜やってますからね。で、同じ誕生日の選手の中で、まあ、誰が一番その日なんだということを、まあ、決めようじゃないかということになったんですかね。そこまだよくわかんないんですが、とにかく試合をやったんですよ。その前の週に。前の週かわかんないけど、その前に。だけど、たまたまちょっとスケジュールの都合で、佐藤キュンさんがね、欠場したんですよね。まあ、もともと別にね、突然とかじゃなくて、怪我とかで、まあ、ね、その日はもう、欠場ですよってことだったんでしょうけど。で、その、佐藤健さんがいない中、その、キングオブ11月25日の試合が行われたんですね。まあ、つまり、マシモ選手と柏大五郎選手だけで行われて、で、マシモ選手が勝ったのかな、その時はね。だけど、やっぱ佐藤健さんとしては、こう、やっぱ納得がいかなかったわけですよ。ね、自分が留守の間にね、勝手に決めちゃってということで。で、まあ、佐藤キュンさんの、まあ、その要求が通るような形で、まあ一応その試合ね、一応マシモさんが勝ったんですけども、まあ再試合ということで、改めて3ウェイですかね、で、争われることになりました。まあ、誰がその11、ね、一番11月25日なのかというね、すごいですね。同じ団体に同じ誕生日の人が3人もいるってね。いや、私も当然誕生日ありますけど、いや、それはみんなあるけどね。みんな誕生日あると思いますけど、同じ誕生日の人に会ったことないよな。あ、あるわ。あったあった。ごめん。ないとか言ったらありましたね。あ、しかもね、同じ年の同じ誕生日っていう人が、前の職場にいたわ。まあ、その人、女性の方だったんですけど。変な感じですよね。だ星座も一緒だし、干支も一緒ってことだよね。だから割と占いとかも近いってことだよね、きっとね。まあ、血液型とか一緒かどうか知らねえけど、その人ね。そんなに別に、ね、仲のいい人とかではなかったから。で、
多分、私はそのこと知ってたけど、多分向こうの人は多分それ知らなかっただろうな。私もまあたまたまね、こうなんか名簿みたいのを見てて、こうパッと、あれこれ自分の誕生日かなと思って見たら違う人だったから、あ、あの人、こう一緒なんだ、みたいなね。だからといって別に何かあったわけじゃないんですけど、何もないんですけどね。あ、そう、いたわ、いた、いた。同い年で同じ誕生日の人。でね。だから運勢とかも似てくるのかな。別に容姿も似てないし。まあなんか運気とか似てたりしたんでしょうかね。そこまでわかんないけどね。まあ似たような運命を歩んでるとは思えなかったけど。うん、あ、だから占いとかってだから当てになるのかなと思ってね。いや、当然、まあ、いつもじゃないけど、たまに、まあ、一緒のね、職場に、だから、たまに、こう、同じ仕事をすることとかも、まあ、仕事でね、一緒になることもあったりしましたけども、ね、いや、だって、そしたらその日の運勢とか全部一緒なわけだよね。だから、私にこう、ラッキーなことがあれば、その人にもラッキーなことがあったかもしれないし、同時にはなかったかもしれないし、謎ですけどね。だから占いとかいい加減なもんですよね。そんなね、生まれた日でどうこうとかね、まあ分かりませんが、まあこの3人も、ね、それと同じく、きっと年は違うから干支は違うかもしれないけど、星座は一緒かな。じゃあその星座の占いなんかね、ほらよく毎日やって、今日は何位とかねやってるけど、あれとか一緒ってことですよね。だからほらやっぱその日の運勢で試合の勝ち負けとかもあるとしたら、でも、ね、この場合は一人しか勝てないわけですからね。今日は勝ってラッキーだったとか、負けてね、アンラッキーだとかって、これ一概に言えませんよね。そしてまあ、ここで柏選手の真っ二つを、佐藤健さんが使ってきますね。サホは避けます。そして逆に真っ二つ、マシモさんがカットに入ります。スリーウェイなんで、誰か一人が勝った段階で勝負が多分決まってしまうルールなので、まあ、決まりそうになったらカットに行くわけですね。はい。まあでも私もだからその同じ誕生日に会った人ってのはその人一人だけですね、多分ね。いや、当然ほら調べれば、あのね、あの芸能人のあの人と一緒とか、そういうのは、誰と誕生日一緒とかわかりますけど、こうね、出会った人の中ではその人一人だけだな。打ち付けていきます。さあ、垂直落下。垂直落下決まると終わっちゃいますけどね。サイドも打ちます。一応年齢としては柏選手が一番上で、真ん中がマシモさんで、一番下が佐藤健さんになるのかな。佐藤健さんが結構若いんだね。で、マシモさんと柏さんは二つ違いだそうです。マシモさんも最近は全日本とか活躍されてるんですよね。私も
今年のいつだったかな、春先ぐらいかな、地元に全日本来た時ね、見に行きましたけど、マシモさんですよね。その時はまだケンソーさんとかと組んでた時ですけどね。まあそこはもう、やめたんでしたっけね。さあ、なだれ式いきますか？カットに入りますかね。さあ、決めますかね。うわ、ソフトオブ。これは厳しい。おっと、柏選手もキックで。さあ、丸めていきます。もう返す。さあ、再び、スイングしての丸め込み、スイング DDT のような入り方でしたね。これで3つですか。おぉ。捉えた柏選手もびっくり。このね、形式の11月25日の試合で2連敗ということでございます。あ、スイング式首固めってですね。おぉ。すごいね。はい。ということで、これは結果としてどうなんですか？サトキュンさんがキングオブ11月25日ってことでいいんでしょうかね。一応その前の試合ではね、マシモ選手が勝った。まあ、だから一番、キングオブ11月25日じゃないのは、まあ、柏選手ってことはよく分かったんですけどね。まあ、この構想は、まあ、続くのか。まあ、この時期だからやったんでしょうけどね。誕生日のね、時期だからね。はい。それで解体道場ではいろいろユニットのなんかドラフトみたいのがあったみたいで、このマガツキ、京月と書いてマガツキだそうですけども、ここに佐藤選手をこう勧誘してた、まあ、ドラフト指名ですかね、まあ、交渉権を得た、独占交渉権っていうんですか、ドラフトでね、野球みたいなあれですけど。まあ、交渉に当たってたんですが、握手しましたね。握手したのは違ったと。ね、ユニットに入るつもりはないということみたいですね。はい。股間を蹴られてしまいましたね。さあ、これ休憩を挟みまして、中川智香ラスト、海援隊ラストマッチでございますね。ラストマッチは、まあ、師匠でもありまして、シングルマッチ、デビュー戦の相手でもあるのかな。そして、最初で最後のシングルマッチだそうです。今までなかったんですね、シングルでやったことがね。高道の区代表とのシングルマッチでございます。久々に海援隊の高道の区を見るのはなんか久々な気がしますね。まあ、鈴木軍のね、あの黒いタイツのバージョンでは、まあよく見てますけど、この青い千葉のね、高道の区は久々ですね。さあ、まあ、海援隊らしく、じっくりしたところからスタートですね。海援隊の選手って本当に、私なんでやっぱ海援隊が好きだったかっていうと、好きだったって言い方も変ですけどね、前の間に海援隊というものは好きですけども。やっぱりレスリングが本当にしっかりしてるっていうのが一番の魅力なんですよね。まあ、ただ今のプロレス業界ってそれプラス、やっぱそのエンターテイメント性だったり、何か話題性だったりってのがないと、本当にやっぱ、
ね、なかなか厳しいものがあるとは思うんですけども。まあでもその基礎になる部分がなければやっぱり何にも始まりませんからね。まあそういった意味ではすごい団体だとは思うんですけどね。なかなかいろんな団体に水をあけられたまんまですけど。さあ、すごいですね。ね、漆黒攻めていきます。さあ、フライングメイヤーから、あ、ここも切り返していく。いいですね。さあ、しつこく攻めていきますよ。さあ、フロントネックでしょうかね。さあ、一回転してさらに締めていきます。まあ、中川選手ってね、まあ、そのレスリングもそうなんですけど、すごいそのプロレス業界、内側からの評判がものすごい良かったですよね。みんな中川選手のこと、その、まあ、女子選手もそうですけど、みんなね、褒めてて、こう嫌いとか叩く人は見たことないですよね。なんかみんなに愛されたんだなというかね。確かにすごい感じがいいんですよね。なんだろう、こう、いつもこう、ニコニコしてて。多分、ね、ものすごい、つまんないことを言ってたとしても、ね、例えば私とかがね、もうね、普通だったらどんずべりするようなことも、こう、ニコニコね、話を聞いてくれるという、すごい、なんか、ね、よく笑ってくれるというかね、そういったところがある方だと思うんですけどもね。それってまあ大事なことですよね。人としてはね。あと、すごいお酒が好きなんですよね。そのなんかみんなにこう、酒豪扱いされてますけど、まあまあ本当らしいですけどね。さあ、力比べていきます。パワーだとやっぱりさすがに叶いませんかね。お、切り返していきますよ。お、優位になりましたね。さあ、逆に締め上げていきます。さあ、フライングメイヤーからテイクのドロップキック。で、中川選手って、まあ、カエンタに入る前は、もともとは、看護師さんだったんですよね。で、ちゃんと資格も持ってて。だから、注射とか打てるんでしょうね、きっとね。血液検査とかできるのかな。まあ、できるんでしょうね。まあまあ、未だにできるかどうかはですけど。さあ、場外逃れていきます。あ、バンビさんが、セコンドについたんですね。一応バンビさんの方が後輩になるのかな、火炎隊ではね。まあその前のキャリアがあるから、それを考えると先輩なような気がしますけど、業界的にはね。火炎隊の前ね、 DDT にいましたからね、バンビさんね。だから、海援隊、あ、そうか、まあ、アップル、みゆきさんもいたし、まあ、お船さんなんてもいたしね。まあ、今ではね、もう、バンビ選手しか
女子選手残ってませんけどね。さあ、足で攻めていきます。だいぶ首をかなり攻めてやってますね。まあ、カウンター通じてこう一点集中でね、こうウィークポイントを攻めていくんで。さあ、そして、あ、ジャストフェンスにまあ、こうつなげるためにまあ、ための首攻めでもあったんでしょうね。さあ、だいぶ、スタミナを奪われてますでしょうかね。代表は結構やっぱ動きに余裕がありますね。さあ、エルボー落ち着けていきます。さあ、大体ここでね、普段ですと、ちょっとおちゃらけて目つぶしに行くとこですが、後ろを向いてね、振り返った途端目つぶしですが、さすがにやらないですかね。さあ、頭を掴んでいきます。目つぶしではないですけど、おお、張っていく。すごい。さあ、そして、ここは、おっと、ちょっと画像をちょっと取り込み直されたんで、少々お待ちください。すぐ戻りますんでね。4742。大体画像がこう1万枚を超えてくると、ちょっと読み込み直しが必要になっちゃうんですよね。ちょっとお待ちを。こうか。はい、戻していきます。ちょっと位置がずれたかな。こんぐらいかな？もうちょいですか？はい、こんなでいいですかね。はい、ジャックナイフ式に固めていきます。まあ、釜固めのような、でも足は決まってないですよね。さあ、決めていきます。さあ、フィッシャーマン行こうとしたところをかわしていきます。そして円髄。ここは返していきます。さあ、ゴーアンになりますか？ああ、これはブロック。もう一発行く。かわして。おっと、ジャストフェイス。ロープ逃れるか。厳しい。だいぶもうおえってなるぐらい攻めてますね。さあ、ゴーアン。叩き込んでいきます。さあ、ここも返していく。そして、
決めますかね。道ドラでしょうか。道ドラ行きますかね。さあ、掲げて、これはもう道、ここ、丸め込みます。これはチャンス。ああ、これも返す。もう今度は逆さ、抑え込み、バックスライド。ああ、これも決まらない。さあ、そして横入り式、ここは、かわして、ドロップキックでしょうか？入りましたかね？そして、ああ、スーパー系。そして、道ドラ2ですね。真っ逆さま。これは返せないでしょう。決まりました。まあ、ね、ラストマッチだったんでね、勝って、とは思ったんですが、さすが、まあ代表ですね。なかなか勝たせてくれないですね。はい。で、まあ、かつての、弟子の引退ね、何を思うかわかりませんが、まあ、最後に火炎隊道場のね、タオルをこう、持ってきますね、かけてましたけどね。最後に貼ってましたね、はい。握手すると、思いきや、あ、ここは握手で行ったんですね。はい。はい。前、最後にね、指定みたいなところが見えましたね。で、まあ特に代表からもなんかお別れの言葉みたいなのもなかったし。で、中川選手最後ね、まあ試合後にマイクあるかなと思ったら、それもなかったんで、まあ非常になんかあっさりした終わりでしたね。あれ、なんか、ねえ、まあセレモニーとまでは行かないまでもね、なんか一言あってもいいんじゃないかな。まあ試合後とかにあるのかなみたいな雰囲気でもありましたけど、まあ特にこの場ではなかったということです。さあそして、これメインイベントなんですかね。久々の火事、トマトダンスですね。これはまだやってるんですね。トマ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 ですね。カジ選手はこれなんだベルトを持ってますけど、UWA の、世界ミドルと、これタッグですかね。ストロンゲスト K のタッグでしょうかね。はい。そしてこのマスクの人がシーサー選手。この選手も私は非常、初めて見る選手で、あ、こういう選手がいるんだっていうのもこの日したぐらいの方で、沖縄のなんか方なんだそうですね。まあまあ、シーサーっていうぐらいだから沖縄っぽいですね。で、デビューしてほんのまだ数ヶ月らしいんですが、ね、こうやってもう日野選手と渡り合ったり、結構すごい選手ですね。本当に、その、まあ、この日もね、メインに、出てますしね。まあ、わからないです。マスクマンさんで、まあ、それ以前のキャリアがもしかしたらあるのかもしれないし、ないのかもしれないし、わかりませんけども。でも、すごいことですよ。体格で言ったらね、決して大きい選手ではないですけどね。で、カジ選手も、まあ特に以前とファイトストーリーは変わってないですし、まあ朝日しおり選手もそうですね。朝日選手は今年は結構何回か試合見ましたね。まあ東内選手もそうだけど、ノアにね、タグ組んで
出てたんで。まあ、ただ今はね、こうユニットが分かれてしまったんで、もしノアにね、火炎隊から誰か出るっていうことになった場合、パートナー、こう組み合わせ的にね、ちょっと困ってしまいますけどね。さあ、カリ選手、向かっていたところ、投げ飛ばされてしまいました。カリ選手はだいぶこう、なんかハイテンションキャラみたいな感じになってましたね。まあ、もともと元気な方ですけど。ずっと日野選手が出てますね。さあシーサー選手出ますね。日野選手は肘でしたっけ？なんか手術して、まあ復帰してきてるんですよね。で最近は小橋選手の興行なんかもね出たり、DDT はあんまり出なくなったのかな。まあ一応出てはいるんですかね。うわ、すごい。パワーは相変わらず健在のようですね。レッスルワンにも出たんだっけ、日野選手って。ね。だから結構海援隊の人も、まあ海援隊のね、内側は、まあどうなってるかちょっとあれですけど、結構以前より、こう、外にいろんな人が打って出てってるんですね。まあ、そんだけ団体をこう、留守にしても大丈夫という、あれができたんですかね。そして、ひろき選手ですね。ひろき選手もだいぶ、こう、ウェイトが増しましたね。こうヘビーでやっていく感じなんでしょうかね。まあ、ひろき選手はまあフリーダムスね、出てますけどね。さあ、東内選手。東内選手もまあ先ほど、朝日選手のところでね、話しましたけど、ノアでね、今年は結構見ましたね。去年と今年と、まあその前からもうずっとあれですよね、ジュニアのタッグリーグにはもう、結構レギュラー的に、出てるんですよね。なんか、海援隊枠みたいのがあるんでしょうかね、あれはね。この島内、朝日島内組の前は、あれですよね、滝沢選手が一時期ザック・セイバージュニアと組んで出てたなんていうのもありましたよね。まあまあ、滝沢選手なんて人もいましたね。シーサー選手は捕まっております。
結構、こっちは大型選手が揃ってなんか、向こうはみんな小柄で大変ですね。今、そういう、まあ、ユニットなんですよね。さあ、締め上げていきます。さあ、こう、なんとかして返していきたいところなんですけどもね、難しいでしょうか。日野選手もね、もともとレスリングの出身ですからね。さあ、シーサー返していけるか。返していきます。サイルボーつけて今効きませんね。どんどん向かってくる。さあ、コーナーまで追い込まれてしまいました。さあ、チョップ。日野選手のチョップはもうすごいですからね。本当もう業界で1、2を争うチョッパーなんじゃないですかね。チョップを打つ人のことをチョッパーって言っていいのかわかりませんか。チョッパー、チョッピニスト。なんて言うんでしょうね。チョップを打つ人のこと。チョップ使いですね。さあ、打撃打っていきます。バックエルボーですね。さあ、今度は東大選手に変わっても、シーサー選手、大厳しい状況続きます。さあ、エルボー。結構もう、シーザー選手は一人で、ね、戦ってるような感じになってますけど。エルボー打っていきます。うわ。さあ、スリーパーですね。ここはカットに入りたいところですけども。みんな抑えに行きます。そう、みんな捕まってるね。やばいっす。あ、ロープに逃れていきます。さあ、なんとか抜け出したいところですけども、厳しいですかね。さあ、ここはキックで返す。さあ、反撃いけるか。ロープからの、ああ、ここはキックでやられた。かわす。おお、ぶちかますし。さあ、そして、ここで朝日選手ですね。タッチできました。さあ、ここは元、
タッグパートナー対決ですね。突きを見せていきます。さあ、今度は何を見せるか。さあ、ひっくり返す。そして、こう足を掴んでいったが、返す。さすが、お互いよくなんか知ってるって感じしますよね。さあ、タッチに行きます。で、これで、日野選手ですね。先頭。さあ、コアロープへ、コーナー振りたいですが、こらえます。さあ、そして、フロント投げていく。さあ、今度はタッチ、カジ選手ですね。さあ、飛んでいきます。エルボー、エルボー。うわ、チョップ一撃。これは厳しい。さあ、エルボー打っていきます。うわ、一発で倒される。これは厳しいですよね。持っていきます。すごいね、チョップね。一発で流れを変えてきますね。それでも、マーカイ選手はね、立ち向かっていきますけども。チョップ。これは打ってこいってことですかね。もっとこれちょっと間空いちゃいましたけど。ひろき選手に変わっております。なんだかな、電池交換したのかな。多分ね。ここは2で返す。さあ、何を出すか。もう下からの。アッパー。ここはカットに入っていく。決めに行きますかね。うわ、3人がかり。これはひどい。さあ、ひろき選手のフィッシャーマン体勢から前に落としていく。あ、ここは、お、カットに来ましたね。すごい。さあ、お、ここは、シーサー選手がドピック、救出に来ます。さあ、そして自ら行きますね。ひろき選手に当たっていく。座らせておいて、テイクドピック。さあ、ここはチャンスですよ。投げていきます。さあ、逆に分断していきますね。さあ、キック。そして、シンクラッシャーからのスイングDDT。
そしてローリングクラッチホールドでしょうか。これはカットに入る。惜しいですね。さあ、これはデスバレーの体勢でしょうか。もう横に落としていきます。もう、これは返しましたね。返しましたね。2ですね。さあ、どうするか。うわ、トランスレイブ、膝蹴り。これを切り返して。うわ、これ返す。さあ、スモールパッケージ。これも決まらない。もう一発いきますか。今度はバックスライド。高さ、抑え込み。これも決まらない。果敢に攻めていきますね。ラリアットかわして、バックの取り合い。さあ、このフロントスープレックスですかね。これはトマ選手がカットに入る。さあ、トマスキック。カリ選手のドビック。そして、ヒロキ選手のトマスキック。そして、さあ、また踏んだされてしまったが、ラリアット。倒れたところに、ヒロキ選手トップから行きますかね。ああ、これで3つですね。トップから。ストゥーカスプラッシュですね。ストゥーカスプラッシュって何だろう？メヒコのストゥーカのことなのかな？ストゥーカジュニアとかもね、日本に来てましたけどね。それとは関係ないのかな？はい。というメインでございました。まあ、通常であればこれでも終わりなんですけども。まあ、朝日選手が、まあ、シーザー選手にね、劇を飛ばしておりました。そんな中、バンビさんが出てきまして、バンビさんこの日、試合なかったんですけども。まずあれか、カジ選手が、中川選手と最後に試合をしたいということをね、言い出したわけですよね。まあ、カジ選手、中川選手の、まあ、ちょうど直の後輩、一つ下の世代の後輩が、まあ、カジ選手なんですよね。そして、バンビさんもこの日試合がなかった。自分もね、中川選手と試合したいと。みんなが中川選手の取り合いが始まったんですね。まあみんなそれぞれね、中川選手に対しては思い入れがありますからね。まあそして、バンビ選手脱ぎ出してしまいましたね。まあ下にはもう、臨戦態勢と言いますか、試合コスチュームを着てたわけですね。はい。まあそれで中川さん出てきまして、で、中川さん、この次の日が、アジャコング選手とのシングルマッチを控えてた中だったんですけども、坊主の二人、サブローさんと関根さんを、まあ、迎えての6人タッグということで、最後、ね、ラストマッチ、ボーナスラストマッチが組まれました。まあ、バンビさんはね、まあ、同じ女子選手として、こう、やっぱ、海援隊、やってきたやっぱ思い出もあるでしょうしね。で、カジ選手はさっきも言いましたけど、直の、先輩でしたしね。
でもその二人がやっぱ特に、この中で思い入れが強いんでしょうかね。まあ、朝日選手だと、まあ、後輩になりますけどね。サブローさんもそうだな。関根さんまで行くと微妙に、こう、微妙に被ってないのかな、関根さんって。まあ、で、ちょっとそこはっきりしませんけどね。さあ、中さん、シングルマッチをね、終えたばかりですが。まあ、これが本当のラストマッチということになるんですけど。まあ、最後でしたけど、まあ、顎で攻めてってますね。すごいですね。あれですね、私、たまたまその時見に行けなかったけど、中川選手、覆面マニアにも何回か出てて、その時はなんか、顎のキャラで出てたんだっけな、違ったかな。さあ、ここぞとばかりに攻めてますね。すごいね。カエンタ一本やるだけでもこんな時間経っちゃってんだ。まあ、しょうがないか。さあ、キックを打ちつけていきます。多分ドロップキック。これは間ね、ちょっと予定を変更して、マスカラスは別にやった方がいいね。そうしよう。さあ、打ちつけていきます。さあ、カウント5。中川さんと関係ないところで試合決まっちゃったら嫌だよね。これね。さあ、ドキック。本当、梶選手は中川さんの、やっぱ、後輩としてすごい、なんか懐いた後輩なんだなとはよくわかりますよね。キックで倒していく。マンビさん見るのもなんかすごい久々のような気がしますね。さあ、NZ。さあ、中田さん、さっきね、シャツを着たままでしたが、今度はちゃんとシャツを脱いできました。さあ、フィッシャーマン上がるか。マスターで倒していく。お、ここは厳しい。ちょっとサブローさんで見えないけど。マミさん、ああいう固め技もあったんだね。なんかストラングルホールドアルファみたいなね、技でしたけど。さあ、トップへ登っての、何を見せるか。ダイビングボディアタック。は返していきます。バンビさんもね、最後、中川さんから一本取りたいでしょうからね。そこはキックで返していきます。さあ、串刺しのドロップキックでしたか、今。
そうですね、コーナー、クシャシドピック、コーナーじゃないか、ロープですね。さあ、3人がかりでいきます。コーナーじゃないのに、こういう、ね、トレイン攻撃あるんだね。さあ、投げていく。これはトップから来ますか？関根さんが行くんですかね。上げておいて、あ、ここは自爆。何度も言いますけど、この翌日、総合の試合控えた人ですからね。関根さんはね。さあ、今度は中川選手が捕まりましたが、さあ、エルボーを打ちつける。さあ、クロスチョップ。さあ、ここで、朝日選手が、羽交い締めにしておいての、これ、バンビさんのムチですね。すごいですね。最後ですけど、ムチを打ちつけていきます。これは厳しい攻めですね。これはたまらんでしょうね。そのプロレスの技の痛みとはまた別の痛みでしょうかね。そして梶選手が飛んでくる。そして、タバンビさん狙ってますか？シャイニングでしょうかね？シャイニングウィザード。シャイニングウィザード決まりました。これは3つ入ってもおかしくないですけど、どうする？カット入りましたね。さあ、分断していきます。さあ、お互いチャンスですよ。さあ、もう一発行くか。今度は立ち上がって避けていきます。さあ、そして、うなれ、剛腕はかわしての、ここは、ブレインバスに持ち上げておいて、ここにかわす。さあ、張っていった。そして、お、ここは、120% か。120%パーセントスクールボーイ入りましたね。で、まあ、バンビさんから取って、中川選手、本当のラストマッチ、スペシャル、ボーナス、ラスト、なんだろうね、ボーナスラスト6人タッグですかね、を、まあ、制しましたということですね。まあ、きつそうでしたけどね。はい。でやっぱこの日はやっぱ中川さん最後ってことで、やっぱ本当にね、中川さん見たくてっていうお客さんがいっぱい、まあ私も含めてですけど、いっぱい来てましたからね。で、最後やっぱサイン、みんなにサインしてね、まあ、私もしてもらいましたけど、答えてましたからね、大変ですよね。はい、みんな行列になってたもんね。沖縄の時はそうでもなかったですけどね。さすがに沖縄まであんま追っかけていくしなと思う。さ、まあ、これやっぱ海外でよくね、見てる人とか、ほんと、札幌とか、いろんなとこね、行ったって言ってましたけどね。はい、最後はね、いろんなマイクがありました。で、なんだったかな、なんかこう、カジ選手がやってる決めの、あれがあるんですよね。それをまあ、決めというか、締めか。まあ、中川選手も一緒にやってました。ちょっと遅れちゃってましたけどね。まあ、中川選手、この日初めてやったんでしょうけどね。頭抱えてしまってます。もう最後の締めだったんですけどね。やっちゃったって感じですかね。髪の毛くしゃくしゃにしちゃってますけどね。まあ、いろいろ感極まった部分もあるんでしょうかね。はい。そして、最後は胴上げですかね。はい。
はい。まあ、プロレスは恒例ね、胴上げでございます。まあ、海選手なんかも、なんかこう野球っぽくていいですね。なんかこういうのありますよね。ヤクルトとかの胴上げとかってこんな感じですよね。さ、最後落とすのかなと思ったけど。落としてはないみたいですよね。中川選手倒れちゃってますけど。普通ね、みんなでわーって最後離れてね、一人パワーボーンみたいになるんですけどね。そうはならなかったみたいですね。はい。ということで、最後はまあ、みんなでね、集合写真みたいに撮って、目出し目出しということでございました。はい。以上ですかね。みんないい顔してますかね。はい。ということでございました。まあ最後、まあ私もね、8月に沖縄に行った時に、まあ中川選手、まあ、いろいろちょっと言葉交わしましてね。で、まあ、その中で、まあ、引退がこう近づく中で、まあ、沖縄で最後にはしたくないな、っていうのがね、一つありましてね。まあ、どっか、その、Sオベーションの最後のね、興行でもよかったし、ウェーブのね、ラストマッチとか、あと、まあ、それこそ、まあ、師匠格に当たるね、やっぱ山縣選手。まあ、中川選手をね、やっぱ見るようになったきっかけってのは、やっぱり、山縣選手がいたからこそっていうのもありますからね。私が山縣選手にね、教わってたから、まあ、中川選手ともね、出会うことになったんだろうしね。まあ、実際そうですからね。まあ、最後に、ね、その沖縄で終わらずに、もう一回どっかでね、ね、いや、必ずもう行きますよ、ということでね、どこということは、その時明言しなかったけど、で、引退が実際にこう迫ってきて、ああ、どこっていうか、まあ予定がなかなか立たなくてね、で、ほんとたまたま、もうね、無理かなと思ってたんですけど、ほんとたまたまこの日、11月29日、予定がね、空いてて、あ、この日空いてて、で、こう、興行、なんかこう、ないかな、調べてたら、海外道場ね、中川選手出るということで、これはちょっと、結構、ほんの、なんだろう、1週間、2週間くらい前に決まったんですかね。前々から出るよって感じじゃなかったんで、確かね、海外のやつはね。他の引退試合とかね、いろんなのは、まあ、前々から決まったんでしょうけど、ね。それで、まあ、急遽ね、行ってきまして、まあ、ほんと行ってよかったな、と。まあやっぱ、海援隊道場というもの、ね、場所、ね、もの、メンバー、ね、自体もまあ私にとって、まあ思い出もあれば大事なものでありましたしね。まあそんなとこで、デビューして育った中川選手の最後、ね、見ることができたというのもまあ、良かったと思いますね。まあよく言えばね、最後のオズの日も行ければ良かったのかもしれませんけどね、まあそこは行けませんでした。はい。そんなとこでございます。まあ、本当はもう一本、東京グレン隊の話もしようかなと思ったんですが、まあ、思った以上にちょっと時間がかかってしまったんで、それはまたちょっと、次回持ち越しとしたいと思います。まあ、近日中にやりますよ。まあ、下手したら明日の昼間とか、やりたいと思います。まあ、ちょっとね、なかなか、告知もなかなかね、ままならない中、やってるんで、そうですね。なかなか生でご覧になれないかもしれません。まあ、録画では必ず残しておりますので、まあ、そちらでご覧になっていただけたらいかがかしらということでございます。はい。まあ、こんな感じで、いいですかね。集合写真でございます。こんな感じでしょうかな。はい。ではそんなところでございますね。ではまた、そうですね。まあできれば明日の、まあ昼の間に、
東京グレン隊の興行の話をしたいと思いますし、そして、18日ですかね。18日の夜にまた、今度はレッスルワンの参上大会、新潟プロレスでもね、参戦しました。その話もしたいと思います。ちょっと、配信ラッシュになりますが。そして、19日が、新日本プロレス後楽園ホール大会。久々の新日本プロレスですね。後楽園ホール行ってきますんで。その話が多分年内ラストになりますかね。配信日はちょっとまだ未定ですが、19日より後ということで。その話が、まあ、で、一応、まあ、年内配信ラストということで、今年は年末スペシャルちょっとやれるかどうかわからないんですけども、毎年ね、1年の振り返りというのを録画なしの中でやるんですけどね。今年はどうしようかな。まあ、時間があればやりますけど。まあ、そんな感じでございます。はい。ではでは、では以上でございますので、ご覧、ね、いただいた方ありがとうございました。またまたでございます。ありがとうございました。